を実行する日だな。おや、the plan。早速ガミンのところに行こうぜ。うまくいくといいな。Okay。よー、ガミン。ガミン、朝っぱらから遊んでんのかよ。そんでどっちが勝ったな。お前またザオちゃんをおごるはめになったんじゃないか。おいおい、パイモン、俺を見くびりすぎじゃないか。お、皆さんお揃いのようですね。ちょうどよかった。お三方に重要な依頼があるんです。あ、なんだ。すぐに動けるぜ。物はどこだ。護送の依頼です。上映層の茶匠が品を持ってリーウェコーへ向かいますので、護送してあげてください。大口のお得意さんがその商人を指名したそうです。oh. 了解。wow. 住所はこちらです。こんな大掛かりな依頼ってことはきっとすごく重要で強要してるんだと思うぜ。ええ、早く遂行するに越したことはないでしょう。早めに出発した方が良いかと。バイバイミー。わかった。老衆の兄ちゃんも無理すんなよ。じゃ、行ってくる。レッツ。I wish you were playable, but you're not. Sad. Oh, he moved? We moved? Whoa.もうすぐ到着だ。物語はまた今度な。こんにちは。This is gonna be all quick。護衛はオイラたちに任せてくれ。Yip tech, yip talk. Wow. That bad, huh? 親父。Who the? これはどうもどうも。So fake. なんにも心配はいらないぜ。こいつはすごいやつだからな。何せ標局はもちろん、リーウェコーの総務士までみんなこいつのことをベタ褒めなんだから。半人前くらいにはなったようだな。これで全部か、品は。ああ、すべて揃ってる。じゃ、出発していいか。大口顧客の指名だから、お前も行かなきゃいけないんだぞ。じゃないと、オイラたちは責任を追及されるし、お前だって大儲けのチャンスを逃しちゃうぜ。わかっている。では世話になる。出発しよう。出発。だいぶ歩いたな。そろそろ疲れてきただろ。ちょっと休んでいかないか。私は問題ない。ガミン、お前いつもおやつを持ち歩いてるよな。ちょっと分けてやったらどうだ。私はいい。パイモン、ま、開けた場所もあるし、ここで一息つくとすっか。ガミンは一緒に座らないのか。俺は平気だ。見張りでもしてるさ。でも放っとけ。知ってるか？このドンロンスって店によって味が
待て、何者だ。お、我の動きが少々大きすぎたか。そんなことより、なんですって。役目を果たすことに集中しよう。金品などは持っておるか。おとなしく差し出すがよい。どうしたら。人数は二人、他に仲間はいないみたいだな。こいつらを追っ払うのは楽勝だが、もし親父を狙って罠でも仕掛けてたらまずい。ここは慎重に行こう。ここは俺に任せろ。旅人パイモン、親父とシナは任せた。先に行っててくれ。オッケー。ガミン危険だ。俺の仕事さ、これがな。なんと手ごわい相手だ。ここは引くべきだな。もっと軟弱なものを狙うとしよう。ブワー。逃がすかよ、そう簡単に。お、ブワー。ではな、失敬させてもらうぞ。ガミン。Okay. 心配すんなって。ガミンはすごく強いんだから。この前だって、あいつ一人で10人を超える砲塔団をやっつけたんだぞ。He did? そうは言ってもガミンが。もし最初から私の元で商売を学んでいたら、こんな危険な目に遭わずに済んだのに。ガミンに言われた通り、オイラたちは先に進もう。ここで待ち伏せにでもあったら大変だ。今のところ順調なようだ。オッケー。Is this John? The fuck are you? What? 若者よ、早くタコを下ろしてここを去った方がいい。近くに強盗がいるぞ。Is he part of the plan? Goto? なんと真っ昼間から。You okay, buddy? なるほど。最近風邪が流行っていると聞く。パイモン、喉の調子が悪いのなら座ってお茶でもどうだ。そうじゃなくて、これは お菓子を食べ過ぎたせいだぞ。You must have figured it all by now, or is he just playing dumb on purpose? 強盗がいるのなら、近くの戦艦群に知らせればいい。The guard was escorting us. It's already on their tail. そうか。ならば、人にはそれぞれ得意分野がある。ここは専門家に任せてはどうだろうか。ああ、そうだな。私たち一般人が首を突っ込んだところで、足手まといになるだけだろう。言う通りだ。せっかくの良い天気だ。手持ち無沙汰でいるより静かな場所で茶でも飲みながら心を落ち着かせ、同胞を待つのも悪くない。What the hell? そうするとしよう。 Is that a quiet place? 実は妖おじさんがこんなに心配してるのには理由があってだな。少子のガミンはこいつの息子なんだ。ガミン、聞いたことのあるなら。最近町で重武劇を披露しているもののことか。お前も重武劇を見たことあるのか。お、ナイス。あの若者はしっかりとした基礎と熟練の技を身につけていた。芸獣と混然一体となった舞は実に見事なものだ。近頃重武劇はリーウェ校で少しずつ人気を博しつつある。だが彼らが抱えているであろうさまざまな困難は我々観衆からは想像できないものかもしれない。しかし困難に立ち向かうその精神こそ最も貴重な資質だと俺は思っている。俺の茶飲み仲間たちもガミン殿のことを
思いやりと正義感のあるものだと口を揃えて言っている。最徳兼備な息子さんで、幼児さんもさぞ誇り高いだろう。アンカリー、俺たちに合わせて幼児さん呼びしちゃってるぞ。あ、ええ、あいつはまあ確かに頑張り屋ではあるな。ガビンが戻ってきたら本人の前で褒めてやれよ。それはガミン殿はまだ年も若いゆえ、衝動に駆られやすいのだろう。若者にはよくあることだ。幼児さんから伝えづらいというのなら、俺たちが代わりに伝えてもいいが。いやいや、そんな迷惑をかけるわけには。はあ、もう昔のことなんだが、ガミンと私の間には溝ができてしまってね。Then make it simple. 私は生涯をお茶の商売に捧げてきた。だから子供にもそのイロハを学ばせたかったんだ。でなければあいつ一人でどうやって生きていく。しかしあいつの表紙の仕事は軌道に乗り、護送する距離もどんどん伸びていった。それに十部劇を諦める気もさらさらないようで、私は嬉しい反面心配でな。若者は体が丈夫で力もみなぎってる。だが年老いたらどうなる。そう考えるたび、自分の判断は間違っていないのだと、あいつのわがままを聞いてやるわけにはいかないと思い直すんだ。こうなることを知っていたら、あいつが幼かった頃十部劇なんかに連れて行かなかったというのに。子供に平坦な道を歩んでほしいと願う親の気持ちは理解に難くないもの。幼児さんもあまり思い詰めない方がいい。勝利さんは見たところお若いのに相当な見識をお持ちのようだ。もしや私が思う年齢とはだいぶかけ離れているのだろうか。考えすぎだ。実は古い友人の中に数人の娘を持つ者がいた。その娘たちは皆独り立ちをしている。彼女は子供を心配して思い悩むのではなく、その子供たちに夢を追いかける自由を与えることを選んだ。そのご友人は思い切ったものだ。私にはそんな度量ないかもしれん。 And she's like this bitch talking behind my back again。 それから勝利さんさえ良ければ私のことは名前で普通に呼んでくれたらいい。ではそうさせてもらおう。勝利さんから見ても私は心配しすぎなのだろうか。いや、その言い方は少々偏りが過ぎる。親が子供を心配するのは当然のことだ。とはいえ、空を飛ぶタコ同様、糸をきつく引っ張りすぎては逆効果になりかねない。ナイス。先ほどの古い友人はこう言っていた。もし子供が夢に向かって外の世界を歩みたがっているのなら、糸を引っ張り続けてはタコが落下してしまうだろうと。はあ、やはり私の考えが古すぎたということか。家族を思う気持ちを古いという言葉で表すべきではない。ただ少しだけ寛容な心で息子さんを見守ってあげてはどうだろうか。陽徳殿はきっと情を重んじる方なのだろう。ガミン殿の心配はしばし置いておく。 Holy essays only Jesus。 景色を堪能するのも悪くないのではないか。すぐそこに思いもよらぬ吉報が待っているかもしれない。すぐそこか、そんなわけないだろう。日々が積み重なり、瞬く間に一年が過ぎる。気づけば子供が成人しているという感覚を父親である陽徳殿はよく分かっているだろう。ガミンはそうだな、気づけばもう羽が生え揃っていた。勝利のやつ話がうまいな。
ガミンが戻ってきたぞ。ガミン、こっちだ。親父、みんな、それに往生堂の勝利先生も。こうして出会ったのも何かの縁だと思い、少し歓談をしていた。無事解決したのか。まあ。なんだその返事は。旅人、come on now。ちょっといいか。聞きたいことがあるんだ。お、どうしたんだよ。単刀直入に聞くぞ。さっきの二人組の強盗。I have no idea what you mean, boy。パイモン当たりみたいだな。パイモンが俺と目も合わせらんないってことは。I guess that's why you look at パイモン first, huh? でも、なんでわかったんだ？あの二人、最初から振る舞いが大げさだったし、それになんか不自然だったろ？あと、追っかけてる最中にただもんじゃないって気づいたんだ。もうちょっとで追いつきそうなのに、一向に距離が縮まんなくてさ。Oh, wow. それほどの実力の持ち主なら他にも方法があったはずだ。俺らが警戒を緩めた隙を狙ってくるとかな。でもそうしなかった。つまり俺を引き離すのが狙いだったってことだ。お前意外と頭の回転が早いんだな。まあこれに関しちゃ経験によるとこが大きい。悪質な強盗とは何度も手合わせしたことがあるからな。けど今回みたいのは初めてだった。奴らにこう言っといてやったぜ。足を洗って改心したくなったら教師になるのがおすすめだ。リーウェコーに来たら俺を訪ねろってな。おお、さすがだな。友達を作るのがうますぎるぞ。俺と親父の関係をなんとかしたいって思ったんだろ。Yeah. 気持ちはありがたいぜ。けど、これはずっと前から親父との間にあったもん。Doesn't mean we can fix it. さっきの強盗騒ぎが演技じゃなく本当だったとして、俺が奴らを捕まえて差し出したところで何も変わりはしない。俺に対する親父の態度、お前らも見たろ。ことをすごく心配してるんだ。オイラたちには正直に言ってくれたぞ。さっきの勝利の説得で、あと一歩ってところだったのに。Okay, that was a little weird. Okay. 信じないのか？絶対に変わんないさ、親父は。他人にはそう言っても、俺には絶対に言わない。その点は俺が一番よく知ってる。And you?Will you talk to him? そうだぞ。結果を出したいってオイラたちに言ったよな。これまで必死に頑張ってきたことを妖おじさんに伝えたらどうだ。伝えるっつっても無駄に決まってんじゃんか。そんなの無駄かどうかはやってみないとわかんないだろ。食べてもないのにうまいかどうかわかんないのと同じだ。オイラたちの言うことは信じろ。人とすぐ仲良くなれるお前の性格で、幼児さんとも接するんだ。お前を理解する味方になってくれるかもしれないぞ。It won't hurt to try. やってみるよ。できる限り。勝利さんは実に博識であられる。本当に感心させられることばかりだ。何十年と茶商をやってきたが、こうして勝利さんからお茶の心得についていろいろと教わるとはね。過分な言葉だ。個人的な見解を述べたに過ぎない。オイラたちがいない間にどんだけ飲んだんだよ。This is not alcohol. 陽徳殿との話は実に愉快だ。茶と同じように。この遊戯は味わい深いものとなった。
ああ、まさしくその通りだ。ガミン、勝利さんはとても博識な方だ。リーウェコーで勝利さんのような有識者に会ったら、いろいろと相談に乗ってもらえ。え？おう。コホン勝利。ヨウトク殿、歓談を続けたい気持ちは山々だが、残念ながら同志に頼まれた仕事がまだ残っていてな。そうだったのか。もっと早く言ってくれたらよかったのに。仕事の邪魔をしてしまって申し訳ない。またご都合のいい時にでも、ザオ茶をご馳走させてもらえたら嬉しい。ああ、必ず。そこまで送ってやるぞ。That was a long autoplay.座ったらどうだ。ああ。さっきは洋おじさんを説得してくれてありがとな。オイラたちが送ったサインに気づいてくれて助かったぜ。二人とはそれなりに長く付き合っているからな。その経験のおかげだ。それに大したことではない。気にしないでくれ。お前の性格は相変わらずだな。でも勝利、見送るとは言ったけど、なんでこんな遠くまで来たんだ？あいつらに聞こえない距離まで来れば十分だったろ？もう一人の友人が来ているからだ。は？ふう。旅人。What the？ そう！なんでお前が？はい。ずっといた。You are？ You have？ Oh。幽霊のタコ。もしや、あの神出鬼没な同士がまた防御旅館に来ているのか。こたびはまたいかなる用が。まあいい。同志と帝君、いや勝利様との間柄を考え、一言挨拶でもしておこう。勝利様、てっきり風同士かと。ああ、いいところに来てくれた。お前もこの新しい代物を試してみないか。What the fudge？ 動力装置を取り付けたことでタコを上げる際により安定するのだが。相当熱心に研究をされているようだ。安定しすぎることでタコが上空でゆらゆらと揺れる様を見られなくなったのは少々残念だ。実は今回、回答祭に必要なものを購入するよう同種に言いつけられている。あ、はい、毎年のことですね。おそらく来年も変わらないでしょう。違いましたでしょうか。あ、そのごま油を頼まれたこともありましたし。Willis is trying to start a conversation. なぜ同志は回答祭の期間中に野菜のごま油あえにこだわるのだろうかと考えていた。シャンリンの助言なのだろうか。You two are bloody awkward. Holy crap. I'm actually feeling it. フー同志とはあまり深く関わったことがなく、なんとも。そうか。王城堂の者と関わる機会を増やしてみるのはどうだ。 Are you asking him to come with you? こっちは装置を取り付けていない伝統様式のタコだ。この2種類のタコの違いを見定め、より娯楽性に優れた方を選ぶようにと同種に頼まれている。ちょうど手が欲しいところでな。もう一つのタコをあげてもらえないか。はい。比較してみましたが、速度を求めるのなら装置を取り付けた方のがいいでしょう。You actually did it? なるほど。
代わりに同志に伝えるとしよう。この二つのタコはお前のところに預けておこう。普段友人と共にタコをあげるのもまた一興かもしれない。はい。しかしタコ揚げを好む者など周りにおらぬゆえ。なら、Hi, I'm right here. お前の最中を生かし、探してみるのもいいだろう。ブラ。ただショーにタコ揚げを手伝わせてただけか。なんか聞いちゃいけないことなのかと思ったぞ。フータオに頼まれた実験だったんだな。手伝わせていたというより、流行りの代物がどれほどの飛行性能を持つか比べるため誘ったというべきだろう。つまり大会のライバルがまた一人増えたってことか。doesn't matter. You're gonna win either way. ショーはタコ揚げが好きか？好き嫌いなどという言葉で考えたことはない。I'm not surprised you're gonna say that. ゆっくり登る姿を見ていると不思議と心が落ち着いてくる。いくらか消灯に似ているのかもしれない。どちらも心に安らぎを与えてくれる。結構なことだ。じゃあショーはタコを作ってみたいと思ったことないか？ No。 オイラたち、リョウンシン君に作り方を教えてもらったんだ。もしショーが習いたいなら教えてやるぞ。せっかくだが今回は遠慮させてもらおう。我々の中で模様や装飾の創作に興味あるものは見ぬだけだった。回答祭の後、もし暇があれば、どうしても手伝う。Sure, 100%. There's no way. Sure. そろそろ日が暮れる。俺も帰って同志に比較の結果を報告しなければならない。フータオは元気にしてるか？よろしく伝えといてくれ。ああ。それと先日同志から聞いたのだが、数日後に行営層を訪れる予定らしい。二人に時間があるのなら、頃合いを見て行ってみるといいだろう。もし村内で会えたら、共に寒暖のひとときを過ごすのも悪くないはずだ。うん、覚えとくぜ。じゃあまたな、勝利。ああ、また会おう。バイバイ。Now that's a good transition. Okay. 親父から先に行ってくれ。あ、いや、何でもないんだ。なら、俺から。俺、やっぱり。リーウェコーに残りたい。ああ、賛成はできんが。まったく最後まで話を聞け。さあさあ、新宅ちゃん、ほら早く座って。長旅で疲れたでしょ？お茶を飲む？何か飲みたいものはない？我は大丈夫だ。お気遣いなく。師匠。彼女たちはもう遠くまで行った。I'm sorry. What's the plan with you two? It feels like they're about to talk. And then you two appear. What's the plan? 伝えた計画は覚えておるな。無論、師匠と我の役目は、oh dear. 彼女は幸せな場面を演じる。Is this gonna work? おばちゃんと同じ飲み物でいい。わかったわ。カンおばちゃんと神格まで、一体どんだけの人に手伝ってもらってんだ。ここはとりあえず座っとこう。ちょうどショーラセンガが手に入ったの。綺麗な名前だけに味もいいわ。買いだめた分を消費するため最近毎日飲んでおる。さすがに飽きてきたな。いかん、今は語り合いに集中せねば。お祭りの間は仕事も忙しいんでしょ。力になれることがあったらおばちゃんに何でも言ってちょうだい。酒を飲んで暴れる者がいたが、
おばちゃんに教わった通り、奴らの頭を卓に押さえつけていった。わお。カンおばちゃんと神格。マジかよ、今の話って。サムー。入った。演技に気を取られておったばかりに、神格が変わった子であることを失念した。Should have asked you instead, bro. あ、そうそう。新しい友人はできたかしら。ほら、おばちゃんは近くにいてあげられないから、神格ちゃんに友人がいてくれれば少しは安心だわ。最近の状況は、おばちゃんも知っての通りだ。夜、厨房に行って、グオパーと語り合うようになった。グオパーは話こそできないが、一緒にいると安心する。はあ、語り合える友人が一人もいないとは、かわいそうな子だ。こうして考えてみると、ガミンは手のかからない子だな。Is unintentionally working. Oh god. その話はこの辺にして。神格ちゃん、これから時間あるかしら。おばちゃんと遊びに行かない？そうそう。温かい言葉をかけてやるんだ。その子もホッとするだろう。Don't drink the tea. She's gonna say something stupid. 朝から晩まで岩を背負って山を登り降りし。道沿いの草花を摘んで夕食とすることか。おばちゃんが望むなら喜んで。おやじ、お茶を。あ、いや、お茶は飲まない方がいいか。ああ、もうこれ以上は聞いてられない。ガミン、先ほどの話を続けよう。私はお前がリーユエコーに残ることに反対だ。苦労するに決まっている。お前がうちに帰ってきてくれたら。まあ、お前は私と性格がそっくりだから、反りが合わないのは知ってる。ただ、私のことはさておき、他の家族のことを考えてみろ。おばやおじたちは、喜んでお前の力になってくれるはずだ。少し楽な仕事について、時間があるときに一緒にザオ茶をいただくのもいいんじゃないか。師匠、ザオ茶とは大事なものか。もう一度考えてはくれないか。すぐに答えなくてもいい。心が決まったら聞かせてくれ。親父、本当に変わったな。昔の親父だったらこんなこと絶対言うはずないのに。でも俺は。親父ありがとう。結構時間も経ったし、そろそろいいんじゃないか。二人が仲直りしてくれてたらいいな。うん、二人とも黙ってお茶ばっか飲んでるぞ。I don't know. まさかカオンの計画が失敗したのか。戻ったぞ。見送るついでにいろいろ喋ってたらつい時間が経っちゃって。ちょうど私たちもお茶を飲み終わったところだ。じゃ、出発すっか。荷物を持ってくれ。うん。ガミン、いつの間にこんなに背が伸びたんだ。Hey, you calling me short? What? It's not, bro. Goddamn Baiju. Fuck. The one.Quest that I've never touched in a long time. Well, oh, Charlotte, Yotok san, ですよね。遠路はるばるお越しいただきありがとうございます。スチームバード新聞の記者シャルロットと申します。今回お茶を購入するついでに、差し支えなければ取材もさせていただきたいのですが。取材？
お茶の宣伝だろうか。はい、そう捉えていただいて問題ありません。フォンテーヌ人もお茶が大好きなんです。フォンテーヌの販路開拓か。 I guess that's true。 なら準備する時間が欲しいのだが、取材の内容について事前に話を聞かせてもらえないだろうか。もちろんです、こちらへどうぞ。The quick wink? Nice. お前らの助っ人の一人か? Apparently. What do you think? 自分も顔が広い方だと思ってたんだが、上には上がいるな。参ったぜ、お前らには。True. こっちだ。お?カンおばちゃん?きっと、次の計画の話だ。幼児さんに気づかれないうちに、早く行こうぜ。すべて順調か？心配すんなって。すべて計画通りうまくいってるぜ。うん。ってことは、さっきのは演技だったんだ。やっぱただもんじゃないな、カウンおばちゃんは。俺のために自分自身と弟子たちの総力を挙げて手を貸してくれてるんだ。これが人のために尽くすってやつか。俺も見習わないと。次の段階では、お、ん、どうしたんだガミ。今回のお茶代だけど、もしかしてお前らが払ったのか。さすがにそういうわけには。そう慌てるな、立て替えただけだ。そうそう、陽光の言葉を借りると投資ってやつだな。オイラたちの出し合ったモラでシャルロットがお茶を買って、それをお土産としてスチームバード新聞社に持ち帰ることにしたんだ。シャルロットの記事が新聞に載れば販路拡大の効果も期待できるだろ。そしたら投資分なんかすぐに回収できるはずだぜ。そっか、商売のことはさっぱりだけど、とにかくお前らに損をさせるわけには絶対にいかない。やっぱ帰ったらちゃんとモラを渡すな。その話はまた後でよい。お前はもっと大事なことを考えるべきではないか。お、ああ、護送中俺はずっと考えてた。で、一つ案を思いついたんだ。ただみんなにまた迷惑をかけちまう。話してみろ。そうそう、オイラたちみんなお前の友達なんだぞ。お前の力になりたくてこうやって集まってるんだ。遠慮なんていらないからな。わかった。俺の考えはこうだ。お、よくわかったぜ、任せとけ。What am I supposed to do? あ、それと計画の実行も大事だけど、たこ揚げ大会も気になるよな。せっかくショーが比較してくれたんだし、例のあの難しい名前の装置を買ってパイモンダコに取り付けてみようぜ。Hello. Forgot your name. いらっしゃいませ。There you are. 帰ってきたのですね。先日はどうもありがとうございました。あの日、うちの子供が早速おばあちゃんと一緒にタコを作ったそうで、すごく喜んでいました。私に長い手紙まで書いてくれたんですよ。ひひ、お礼ならガミに言ってくれ。Are you talking about Su Yu? ええ、彼にもお礼を言っておきます。Su Yu? ところで、今回はタコをお求めで、どうぞご自由にご覧ください。タコならあるぞ。今回はあのフォンテーヌ製の装置を買いに来たんだ。それだけを単品で買えるか？あ、それならどうぞお受け取りください。説明書は箱の中にあります。簡単に取り付けられますよ。Oh God. でもただでもらうわけには。どうかお気になさらないでください。
タコ揚げ大会での健闘を祈っています。そっか、じゃあありがたくもらっとくぜ。取り付け完了だ。次は例の計画の実行に取り掛かろうぜ。 What are you supposed to do?Oh, time skip. これでバッチリだな。見晴らしのいい場所を見つけようぜ。 Oh.Oh, we bring the cars in. Nana, もうすぐだよ。 Float that high, man. I rarely see you float that high. What happened? Something broke. What happened? Someone call the Senggang Guard. Oh, would my computer be under the cutscene?Can I have that shot? Ooh, can I have this shot?
I get it, but if it's IRL, dude, it's gonna suck. It's just one dude, so far away. するよ、お嬢ちゃん。送っていこうか。うんうん、大丈夫。師匠がすぐ近くにいるから。Sorry, who's your master kid? ゴミ。同じ。今回は私から言おう。ああ。素晴らしかった。ずっと長く十部劇を見てきた私でも素晴らしかったと言わざるを得ない。親父も態度が柔らかくなる時があるんだな。お前、本気でこれを生業にするつもりか？ああ、分かってるさ、難しいことは。でも重要なのはそこではない。私が言いたいのはだな、難しいというのは客観的な事実に過ぎないということだ。重要なのはお前の決断、お前の夢、そしてお前の行動だ。私が若かった頃は、おっと、昔話はまた今度にしよう。とにかく考えが変わったのだ。このタコももっと高いところへ飛んでいくべきだ。親父。息子よ。なんだよ、急に息子なんて呼んで。親父らしくない。まさかこんなことを言うなんてとか思ってるんじゃないか。ちょっとだけ。なかなかこういったことを言う機会がなくてだな。そのなんだ、本当は、うん、私にとってお前は本当にいい子だ。さあ、言いたいことは以上だ。それにお前もさっきから何か言いたそうじゃないか。あいつらちゃんと話せてるっぽいな。うまくいったみたいでオイラもほっとしたぞ。 Give yourself a pat on the back, man. 私は行こう。ほら、あそこで友達が待っているんだろ。でも親父、せっかくリーユエコーに来たのに。リーユエコーにはもうしばらく滞在するつもりだ。ザオ茶はお前が持ってくれるな。OK, bro. 親父、ったく。行ってこい。ああ、また後でな。行ってくるぜ。嬉しそうに笑ってるな。そうか。別に照れることないぞ。Anything else you want to do? ちゃんとみんなに礼を言いたい。関運おばちゃんや手伝ってくれたダチにな。で、もし時間があったらみんなでタコ揚げしようぜ。The Glade Wood returns to the pavilion. Nice. Ooh.
Meow. There's one more, I believe. And that is... it's probably the after party. So... yep. Time skip. Boop 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 boop. このたこ揚げ大会の優勝商品は他のものに譲るといい。シン君、どうか遠慮なさらないでください。あまたと会ったタコの中であなたが飛ばしたものは実に成功で、右に出るものはいませんでした。商品はシン君に受け取っていただくのがふさわしいでしょう。それにシン君の助けがなければ今年の回答祭がここまで円満になることもありませんでした。それではその言葉に甘えて受け取るとしよう。だが幽変、一つ頼みたいことがある。どうぞ何なりと。この箱に入っておる小螺旋画を勤務中の戦艦軍たちに配っておいてくれ。楽しい風を過ごせたのは彼らの責務を果たして全力で守ってくれたおかげだからな。さすがは龍雲尺風神君、資料深く、その上用意周到だわ。OK。かしこまりました。後で順次送り届けます。はあ、一石二鳥の策を思いついて助かった。You do OK? ゲッセン。何か困ったことでもありましたか？相談になりますよ。黒は汚れにくいのに。この服を着て万民堂で働くのをシャンリンが認めてくれなかった。適切ではないと言ってな。適切ではないとは一体どこだ。 I mean 状況と見せての移り合いということかと。もし今日みたいに友人たちと回答祭を楽しんだり夜景を眺めたり重要な宴に出席したりすることがとても適切だと思いますよ。つまり大事な人にしか着た姿を見せない、そういうことだろうか。そうとも取れますかね。 True, I guess. 今でもドンロンスが好きなのか。嘘だろ、ずっと覚えてたのか、パイモンが言ってたことを。もちろんだ。父がこのことに関心を持たないわけがないだろう。小さい頃、お前は私の肩に乗って十分劇を見に行くのが大好きだった。毎回帰り道に腹が減ったとか焼き菓子が食べたいと騒いでいたな。屋台ごとに2つずつしか買っていなかったというのに、いつの間にか町中の屋台を全部回っていた。うん、一回おごってくれたことがあっただろう、お前のお小遣いでな。覚えてるか。ああ覚えてるぜ。あれが人生で食べた一番うまいドンロンスーだった。また食べに行こうぜ。その店ならまだあるし、道も覚えてる。今回も俺のおごりだ。いいのか。オップス。タコが高く飛んでる。ヨーヨーありがとう。好き。ヨーヨーも楽しかったよ。今日だけじゃなくてこれからも一緒にタコ揚げしようね。いいの？うん、今度はお昼にあげよっか。お昼だったら絵柄もはっきり見えるよ。高く飛んでると山からそっくりなんだ。うん。タコ、夜寝るとき、抱きしめてもいい？もちろんいいよ。ああ、キュー。その様子、また旧友のことを思い出しておるのか。うん。物を見て個人を忍ぶ。これも仕方のないことだ。話すといい。話したら心も軽くなる。もしミヌがまだいたのなら、この平和な生成を
共に眺めることができただろうと思ってな。あやつは手先が器用で、タコ作りなど造作もない。この時代にもし屋台でも開き、タコの商売をしていたら、きっと千客万来であっただろう。もしあやつが昔のように俗世に近づく機会に恵まれないのであれば、我らにタコを託せばいい。商いが終わったら、酒を持ってあやつと酔うまで飲むのだ。昨月、あやつはもうおらん。そうだな、もうおらぬ。あやつの分までもう少し眺めておこう。 That's nice. Oh, hi, Black.Do you think there might be some cards that can no longer be retrieved out of the basin of the sky? I guess so. If you can control the line, the wind might decline your commands all the time. Or is it the same? Speaking of that, should we buy one? I mean, I haven't flown one before, so I'm not sure if it will work out. Or what you say, we make one together. I've seen kids discussing the patterns they want to draw on their line, so it might not be that difficult.The two of us? Sure, let's give it a go. Aww, nice. Tabibito. Oh, it's night time, nice. It's just as I thought, you stopped short and stepping into the city again. Kaito Sai no Akari to Fuke o Mita no ka kiku tsumori nara. Miro. Kono yama no ura ni Ryue ko ga aru. I see the Jade Chamber. Takai tokoro ni nobori, toku o nagamereba.夜の帳のもと、徐々に舞い上がっていくタコの数々を目に収めることができる。これでいい。ああ、あれ。先日、お前をここに呼んだのは、やりたいことがあったからだ。共に、消灯を飛ばしてくれないか。Do you make it yourself? ああ。作りが拙いところは、目をつぶってくれ。 No, it's not alright. お前ならそう言うと思っていた。では、手を離そう。 旅人、礼を言う。